やっとナビさんも本格的に案内してくれそうになってきたんで俺の設定ミスなだけですけどね。よいしょ。まあ、特に下道入ってからちょっと交差点曲がって曲がってがありそうなんでね、行きたいと思います。停止なんだ。あ、やべえ、あとから車が来るらしいけど、ごめんよ、俺はそんなに飛ばせない。それ以上湿度がすごいですね。これはもう本当のあの多いですね。まあでも駅か前大江の駅からはちょっと外れてるのかな、うん、今ちょっと見た地図の感じだとそうですよね。多分ちょっとやや東側にある感じなのかな。さあ行きましょう。これで大股トンネルと、曲がる形なんでちょっとね走行距離がだいぶ伸びますからね。特にこの京都三重の方から方面から来る人ね、名古屋京都三重方面からだったらだいぶこれで、道がね短縮できるので、ね、走行距離が短くできるのは大きいですよね。で大阪方面から来る人たちは、普通に山陰自動車道、中国自動車道とかあっちの方からね、行きゃいいですし、そうすると、分散できますからね。それにしてもさっきの由良川さんのところもバッタさんすごかったですね。まあ明かりがあるんでやっぱり寄ってくるんでしょうけど、それにしてもバッタばっかしでしたね。バッタとセミ、セミもミンミンゼミが多かったですね、こっち。へえーと思いながら、これで宮津市ですね。なるほど。なんであんな上の方に星とかお星様が見えるかと思ったら、なんか建物の明かりかな、山の上かなんかにあるのかな、えらい高い位置にありますね。これだとちょっと広いじゃないかな。よし、天の橋だって与謝野、天の橋
橋立て両方あるんですね。天の橋立てをサンドしてるんですね。時代継承地ですからね。横はこれ紫なのかな。へえ、ラインが入ってますね。名城線みたいな。なんか言ったね。の両端にの最寄りになってるんですね、それぞれが、うん、前行った時はその宮津の方の近くの方のところらへんかな、まあ、朝の4時なんでも暗すぎてどっちか分かりにくかったんですけどね、うん、ロープウェイの乗り場とかが全然やってねえやって言いながら見に行ったんで、そっち側ですね、南側って言ったらいいのかな、うん、拠点駅、ハブ駅になっているところですもんね。そこから、3方向にこう分かれていくような形でしたよね、確か。で、その宮津よりもさらに豊岡方面寄りの方にその、今から行こうとしている、安美の駅はあるってことらしいですね。アミノってすごいですね。アミノさんな名前。なんかいっそのことあれかな、アミノバイタルでも買うっていう、昔やったワンダのミニストップでワンダ買うっていう、ワンダ調でワンダ買ってみたっていう動画とか初期の頃にやってましたけど、同じようなことやってみるか。まあね、行っちゃって良さそうですね。そうですね、調べとったら与謝野駅っていうのがそっちの道中にあるみたいな感じだったんで、これはもう先まで行っちゃって良さそうです。で、ETC で、友人なんだ。1420円。おかかります。帰りは下道か。でもどうなんだろうな、下道で捕まってたら結局燃費落ちるんで、今のガソリンの単価だったら、それだったら高速使って高速代で使った方のがゲインできちゃうケースあるんですよね。特にうちの車って別にそのザ・エコカーじゃないですからね、ワゴン R なんで。まあ高速走ってたらリッター18ぐらいまでは伸びるから20いかんすもんね、多分。今逆に夜間で、エアコンとかも全然フル稼働じゃないんで、ワンチャン20いけるかもしれませんけどね。夏場やっぱエアコンフル稼働にするとちょっときついかな、ただ下道走ったら13、4ぐらいになっちゃうんで、って考えるとね、このリッター6ぐらい下がって出てくるかなっていうところは、長距離になってくるとある程度、そうするとある程度あるのかな。まあ、あと下にやっぱ下になりますしね。行きは今日はもう下道で行っとったら結構相当時間がかかるあれなんでね。
短道だったらあの時間出てたら絶対全然間に合わないですね。そもそも大前提がおかしいんですよ。朝の5時台に網野駅ってね。信号が長すぎて GPS が信号が長すぎてじゃない、このあれですね、トンネルが長いんで、こことかあんとすごいな。これ無料区間らしいですけどね、長すぎて GPS が拾えてないみたいですね。山の中だいぶこれ深いところを走ってるんでしょうね。GPS はどうしてもトンネルは弱いですからね、上から衛星でね拾うんで。めっちゃ長いやんこのトンネル。そして GPS 持ち上げになりますよね。あれか、 GPS 信号がずっと拾えないと勝手にナビ機能がオフになっちゃうのかな、これ。ほら拾えるぞ。さあ電波を拾いたまえ。さあ天の橋立てまであと1キロ。大石山トンネル、結局トンネル入っちゃうわ。